彼女完全に暴走している。カムイの力に飲み込まれたってわけ。このままではマトイの体が持たない。数分で失血死してしまうだろう。失血死、流血しないと。輸血でしょ。うちのお父さん仕事で人の血盗んで高く売ったりしてるから、失血死ならいっぱい見たことがある。ちょっと待て、それはどういう。人は失血死すると死んでしまうのです。当たり前だ。当たり前ではありません。リュウコちゃんが死んでいいはずがない。私も闇医者の娘の端くれ。ストップザ失血死、ストップザ血縁にドラゴン。大変なことになっているな。そのゲーム、あら無事だったの。ヒヨマザルさん、おかげで万死にまつわるデータが取れたよ。マトイとの決着をつけるまで俺は死なん。サバゲヤマ、お前は服を着ろ。